粗品です。せいやです。うん、ビジネスしようぜ。せいやさん誕生日プレゼント企画。いやありがとうございます。もうね終わってるんですけど、9名が1万円以内でプレゼントを渡して、いやいやいや、もう順位をつけた。ありがとう、嬉しい、これだけで嬉しいわ。でいよいよ今日ラスト俺と佐川。いやちょっと前回西さんと白竹さん2人で、はい、一本でしたけど、よかったな。いいパンチだから、もう出会ってからのやっぱこのね、データとか全部でこんな馬なってるというか、喜べるプレゼントいただけんねやっていう、はい、バッチ、これ見たいもんな。開けたらほんまやな。あらあら、そんなそんなこともすんねん。いいもんにはやっぱ、なるほど、ね、敬意を表して。ああ一番いいな、正々堂々と。うわー嬉しい、これレインボーバッジや。これなんやっけ、ラス、いや、あのエリカ。あ、そうやっけ、嬉しい。つけたら今ちょっとこれだけ唯一ね、そのバトル戦闘ようわからん、火事、ジムが火事になって、あ、そうやっけ、ポケモンサトシが頑張って救出したからもらえるって意味のわからん。いやいや、ええやボランティアでもらえるんです、いいことや。いや、これは嬉しいね。ちょっとあれやん。よし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 。あ、おお、いい、おお、いいね、刺す。まあ刺さんとこんな感じ。ここ、こことか、あのこの穴開いてるところにやったり。うわ、いいな、いいですね。いいですね。いや、いいですね。ちょっとつけないんですけども。はい、いや、オリゴが、おお、まあ、去年のチャンピオンやから、そこは立てるわ。お前、すごいね。ほんまは最後行きたいけど。スポーツマンがすごい。あの、まず、じゃあちょっと、去年の話からしようか。はい、まあ、去年ね、あの、本当に、はい、僕、絶対優勝できると思って、せいやさんの誕生日。ハリー・ポッターの。はい。あれも嬉しかった。家、あの、置いてますよ。キリッチの置物。そうそう、あれ嬉しかったよ。負けたんですよ。ああ。佐川に。そうやな。いいか。いや、俺はやっぱ考えたよ。はい。まずその負けた瞬間に思ったのが、はい。その、聖夜の好きなものとか、はい、はい。聖夜の趣味。はい。これは限界あるわ。おお、これで戦うには、はい。ちょっと限界あると俺は思ったよ。なるほど。しかも聖夜さんってやっぱ、うん。今いやお金も困ってないから、まあまあ、欲しいって思ったらもう手に入るんよ、まあ、ありがたいことにね。で何がいいかなって考えて、はい、もう去年の10月ぐらいには思いついてました。それ言ってたんよラジオでも。去年の10月にもう、だから次の大会に向けて準備してた、してた。でマジで1年間探し続けた、おお、いいやつを。で、その時その時のせいやさんのやっぱ好みとか生活スタイルもあるから、はいはい、俺が10月に思いついたこれが、うん、今年の9月まで、はい、いいプレゼントのまま、はい、そのなんか考え方変わらんといてくれみたいな、おうおうおう、で言うとまあそれも大丈夫そうやな。すごいな、正直めちゃくちゃ自信あります。いや、すごいよ、はい、おうおう、何、ね、語りがすごいよ。僕からはまだ語る、うん、すごい。まあ、物は物なんですけど、はいはい、まあ、ライフハックを僕からはプレゼントします、はい、ライフハック、まあ、考え方というか、はいはいはい、発想をプレゼントするという。いや、嬉しいよ、この職業で一番大事ちゃう発想って、はい、これはもうお金では買えない、買えない、なんやったらお金より価値あります。最近せいやさん、はい、俺ちょっとなんか寂しいのが一個あんのよ。何、最近なんか、はい、なんかまたカバン持ってきてない現場に。あ、リュック、うん、そのやつ、あ、持ってきてる持ってきてる。最近リュックずっと建造のやつとからしくないな。あー、でも確かにうっといやろ、ずっと手ぶらやったんですよ。そうそう、手ぶらの美学あるんですよ、せいやさん。あるあるある。
TBS で、うん、何やっけな、水田終わりに、はい、まっちゃんとスタッフさんと、うんうん、みんなでエレベーターがブーンって TBS 下ってる時に、うん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 、なんかその手ぶらの美学の話をまっちゃんとせいやさんがしながら、うん、TBS を出たとかも覚えてますあ、たまたまね、そう、俺もそうやねみたいな、なんか言われたかもしれない、手ぶらかいみたいな、そう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 なんすよ、うん、で手ぶらできたでしょ仕事現場、ほんまはほんまは手ぶらし、無理やり今もたまに手ぶらの時ある。あ、よかったです。おお、行きたい。そうでしょ、行きたい。リュックめんどいやろ。めんどい。なんでリュックにしたの最近、ほんなら。いや、これはほんまの話言うと、今本書いてるんで原稿入れてんのよ、いつでも書けるように。ああ、なるほどね。それでいいねん、原稿とか、まあ、そうそうそう、まあ、ペン、筆記用具、そうそうそう、それのために入れてる。ほんまは手ぶらがいい。ポケットが多いズボンいやー、俺はこれはね、何これ、はい、ま、ポケットが多いズボンを買ってきましたドラえもん、はい、リアル現代版ドラえもん原稿もペンも入ります。原稿も入る。入る。何これ。大きめのポケットがめちゃくちゃついてて、しかもなおかつそんなダサくないやつを選んだつもりやねん。ちょっと見てみて。いやでもな、俺ズボン全然ないねん。そうやろ、嬉しい。緑もこのちょっとダボっとしてる、履きやすい。関師匠にウエストも聞いたよ。ええー、うん、いやこれ普通に嬉しい。ズボンは普通に嬉しいもんで。え、これがポケット。ポケット、はい、ここ普通のポケットだって、ここ、はい、ほら、ここすごい、ここ見てほら、あ、ここえぐい、あ、ほんまや、すごいでしょ。で、後ろもうわ、ほら、ここ6つあります。あ、そういうズボンなんですか、これは。そうそう、な、ワークパンツとか言ったかな、こう、ポケットいろいろ入れる、ほんまは、大工さんとかが道具を入れるやつがファッションになったやつで。なるほど。充電器、歯ブラシ、全部入ります。歯ブラシ入れて、歯ブラシ入れて、で、充電器、充電器で、携帯財布、イヤホン、携帯財布で、まあ、スマホ、長財布、長財布で、入ります。後ろ入る、入ります。ちょっと、入ってみていいですか。あ、いいですよ、もちろん入ってください。これは履いてみよう。自信あるわ。いや、でも確かに俺ズボンないねん。で、服とかも全然買わないんでね。3種類ぐらいしか見たことない。そうやな、聖夜のズボン。これはもう、客さんとかにもらったズボン、うん、もう5年ぐらい履いてるから、緑のは。そうでしょ、うん、あ、サイズどう。いや、ちょうどです。おお、危ない。いいねこれ、危ないいや、ええやんいいやん。いや、これね、ちょっと硬い、ここ。どうした。電話しようかいやいや、まあ、ちょ、新品やから。あ、そっかそっか、いい証拠か。3000円ぐらいやったから3着買いました。パターン違い。なるほど。全部入る。へー、これもな。はいはいはい。緑です。色味的にはまあおしゃれ、緑ズボ。あ、なるほどな。ここもめっちゃ入る。例えば水とか入るで。水入る。うわ、入ります。余裕です。水入ります。水入ります。後ろにも入る。入ります。ほんまや、楽勝です。これ大工さん用の、はい、楽勝です。いや、これはね、嬉しい。ありがとうございます。これも見て、ほんで、あの見てください。これも一番ゴムで、一番履きやすいと思う。ちょっと斜めなってる。ちょっとかっこいいしな。そうやろかっこいい。ちょっとこれ、ほら、かわいいやろ、うん、ほんで、3000円ってわかんないっすね。わからん、全くわからん。わからん。3着です。あー、いや、だから、はい、手ぶらでやっぱ現場来るやつがかっこいい、お笑い芸人として。なるほど。喋り一本でやんねんっていうな。まあ、めんどくさいよな、荷物。そう。なるほど。それをやってください。これは確かに助かります。毎日毎日来てもいけるっていう。嬉しいです。よっしゃ、ありがとうございます。まあ、もいや、これちょっとむずいな。でも、もう全然違う観点ですもんね。アイデアで言うと、アイデア、まあそうね、うん、やっぱ白滝さん、粗品が
アイデアで言うとちょっと群抜いてます。ありがとうございます。じゃあラスト、はい、去年のチャンピオン。まあでもね、せいやさんの好きなものという点では手前ではありますけれども、うん、結局これがいいんじゃないかなと思いまして、僕も10月ぐらいから思いついてました。うわうわうわ、強いぞほんま。で、アイデアはありました、うん、でそれをまあここ最近じゃあ誕生日来たなと思って用意しました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんやろな、いやちょっともう、あーなるほど。あ、ちょっと渋いんちゃう。いや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 、どうや、まだ見えてないからちゃんと。あ、見えてない。でもやっぱ一人は欲しいなと思ってたもんがちゃんと。あ、佐川、え、ちょっとまあいいから出そうか。いきます。どんなやろ。帽子で、はいはいはい。これはこれ何物資ビジネス。あ、ビジネス。わしはお前、これこんどんだけどんだけキモいやつやん。なんで10月から思いついてんの。嘘つけ。いや10月の時は側をってこと。監査キャップにしようかなと思ってたんやけど。あーそっちでもよかったな。すげえ、でもすげえな。うわー、監査やったらこうやったんや。うん、いや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 、まださんやん。いや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 、 MC 力、はい、どうした。やっぱそのね、ブランドのものつけてますけど、はい、やっぱせいやがブランドなんで、これは響くね。いいこと言うね。で、あと、はい、もうそれあのイニミニライブとかのファンにプレゼントしてもいいし、うん、いいの。なるほど、こんなもっとせいやグッズとしてなんだ。もったいない、サワーはくれたのに。そういう使い方もできますか。いやいや、これあげられへん、こんな素敵な思い出ですから。ビジネスキャップか、なるほど。まあ、せいさん、ギャグをまあ、うん、まあそこまで。あ、そうなんや。ちょっと言うとビジネスしようぜでな、方々やってたこれ、おおとか言われるけど。うん、意味わからんやろ、知らん人からしたら。各局ビジネスで嫌やろ、ここにビジネスでつけたやつ。お笑いやってんの。あ、お笑いと対局やからビジネス。いやいや、でも佐川っぽいっぽいな、さすが。てかもう手作り、全員の色出てますね、やっぱ流派が出てんな。これはもうスタイルウォーズです、本当に。ありがとうございます。さあ、というわけで全員、いや、直立はどうしようかな。じゃあちょっと順位を、はい、僭越ながら考えさせてもらいます。お願いします。ちょっと一回見るわ、もらったやつな。ちょっと、いやー、9個もあるからすごいね。いやー、ちょっと待ってくれよ。いや、嬉しいわ。でも去年より欲しいもん多かったですね。おお、嬉しかった。じゃあ、トキオのやつ見た瞬間のあれ、じゃあ行くか。これやばいな、うん、皆さん、はい、まあ、まずはありがとうございます。いえいえ、これからもありがとうございます。末永くよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。お願いします。いきます。じゃあどうしようかな。最下位残して、はい、だから8位から。わかりました、いきます。8位。8位も嫌やで、ほんまは。忖度なくね。はい、和田さん。まあ、順当というか、和田さんありがとうございます。本当にでもレベルの高い。何が順当やの。M1 の決勝やと思ってください。ここに来るまでがすごいし、もう出ただけで売れる大会です。そうですね。まあ、理由としましては、おまあまあちょっとこう一番ベタなのかなというか、逃避系一応。でも嬉しかったです。すごい使わせていただきます。もちろんね、もう順位をつけるならばという。そうです、そうです。ありがとうございました。7位。はい、早坂さん。ああ、
ッカーボール。ああ、サッカーボール。いや、これはね、いや、でも早坂さん、めちゃくちゃ嬉しかったんですが、その、なんかのサッカーボールとか、例えば。とか、まあ、これは本当に、まあ、もうケチつけるか、無理やりつけてるかつけてるんですけど、例えば、早坂さんのなんかメッセージでもあれば、ぐーんと。あ、それ、メッセージ欲しかった。あー、変なの。ちょっとみんなのね、この工夫に対してサッカーボールっていうのが、ちょっとパッとこう選んだわけではないですけど、ね、まあ、運動してほしいっていうのもちょっと、一人でね、サッカーボール難しいんで、なるほどね、リフティングでずっと運動もね、ちょっと頭おかしなってしまうんで、すみません。いやいやいや、引きついな、ちょっと。全然ありがたいんですけどね、っていうことですよ。はい、もちろん。6位、直樹がもうこうやって、祈ってます。直樹。ああ、はい。リバプールの、めっちゃ笑ってるやん。いや、あいつなんで笑うねん。パーカー、正直、これをきっかけにリバプール勉強していこうかなっていうのを、それはもう正直に、そんな詳しくないんで今、海外リーグ。そこよな、うん、もうでも確かに海外リーグの仕事とかもうね、できたら、まあ、仕事にすんのはあれやけど、まあ、趣味としてちょっと教えてくれ、海外リーグっていう意味も込めて、いいきっかけになるというプレゼントで、ありがとうございます、うん、はい、おー、8、7、6と、こっから5位ですね。5位、はい、5位、ミサ。うわー、いやー、そう、おー、いや、嬉しかったですよ。もうここまで来たら、いいですけどね、だいぶ。ただ、はい、バックトゥザフューチャーだけで良かったかもしれない。そのデッドプールとか、この手数がちょっとみんなが一つで勝負してる中で余計な。たまたま、あれはこう買った時にもらって入れてもらったカタログなんですけど、せいやさんは昔、トイザラスとかで配ってたああいうおもちゃのカタログとかこう食い入るように見てたかなと思って、懐かしいな。あ、そういう過去の改ざんやめてください。過去の改ざん。いやいや、もうね、ミスさん、5位はあ、そうや、十分嬉しくて、もうこのメンツの中で、ね、そうそうそう、もう順位つけれないんですから、もともともうバックトゥザフューチャーのロンティは来ます。お願いします。めちゃくちゃ嬉しいです。さあ、ここからまあ上位というか半分より上、そうですね、4。お、まだ残ってるやん。伊藤マネージャー、磯部マネージャー。4位、これ分からんな、伊藤マネージャー。おお、はい、歯ブラシ、電動歯ブラシ、4位でございます。なぜですか。いや、やっぱ歯の口内環境っていう、この一番トレンドを抑えてくれたという。そして電動歯ブラシ買いに行くのもやっぱちょっとね、面倒くさいで忘れちゃうというか、そこをあくれたんやという、まあな、この便利さもあって、あ、だいぶ強いよ。はい、4位に入るのは磯部マネージャー、出てないね。3位、こっからやな。ここ全然呼ばれるな。うわー、いやー、粗品さん。うわこいつ何やってん。そうやんなー。うわー、ワリオやん。うわー、去年より下がった。ワリオがマリオパーティーで落ちた時。いや、確かにちょっと、まあ、薄い。いやいやいや、はいはい、なんでですか。いやいや、もう3位なんで、もちろんね、嬉しいし、うん、いや、もうズボン、ありがとうございます。僕ズボン欲しかったんですよ、はい、あ、そう、ズボン買わないんで全然、もうこれも嬉しいですし、まあ、ただ、まあ、敵が強いっていうのもあります、もちろん、はい、もうこれに関してケチつけるというか、敵があっぱれ、あっぱれやな。うーん、あと機能性を
うん、僕だけのオンリーワンで考えてくれたというこのプレゼントで3位。まあまあしょうがない、まあありがとうございます。もう敵がバレやと思ってほしいです。頑張ります。またじゃあ2位。うおー、3人残ってる。これどう出る。佐川。あー、チャンピオン前年度覇者が2位ですね。うわ、まあ帽子一番好きって言ってたやん。いや確かに帽子な、うん、ビジネスこれでぞ。いや、これが監査ならまたうわーこれはっていう、だ思い出、だ僕思い出好きなんで、これは帽子将来分からんけど置いといたら、あこれ何意味で聞かれた時、霜降りチューブっていうのやっててなみたいな言えるかなという、そういうのとか。そうか、まあ意外にだからこれ、はい、そのまあ適当なギャグっちゃ適当なギャグ、はいはい、感じですよね。佐川だいぶ気に入ってる。佐川にあげるあげるギャグあげれる、全勝さんにあげれる。いや他でやったことないそうか、まあ、でもやっぱりね手が込んでるんですよね佐賀のこれは。愛あるな。だからこれはやっぱね貝にはできないんですよ、どうしてもここの指とか。そうやな、うん、あとやっぱ去年のチャンピオンっていうのもあって、うわ、うん、ちょっとさすがに均衡した時に粗品さんとか、うん、日産とちょっと拮抗した時に上に行きました。ああ、もうここはもうほとんど同率ですね。ただあとは、はい、優勝と最下位がある。はい、誰が乗ってるんでしたっけ。白竹さんのこのバッチとマチス演出と、うん、磯部さんのマッサージ、うん、いきます。はい、優勝はしらたけときよいやー、おめでとうございます。そりゃそうか、うん、これはしらたけさん優勝ですね。もうレベルちゃうって言ってたもん。いや、もう正直、うん、忖度なしで。そうやな、バッチのこのプレゼントはいかついな。これはもう粗品さんのリアクションも良かったですね。みたいな、これはやられた、これは欲しいな。すごいね、このなんやろ、ノスタルジーなねとこをつつかれたというか、これは嬉しいね。そして最下位、磯部ちゃん磯部マネージャー、なんやっけ磯部マネージャー。これですねこれ何、これマッサージ。いや、あーマッサージ機か、うん、もうこれはでも本当にありがとう、嬉しいです、本当に嬉しい。でも片山マネージャーもこの大会で実はそういうのくれてて、くし、うん、みたいな。そうそうそう、まあやっぱチリンチリンのネタ、はい、ああチュートリアルさんが優勝したのは見てなくて、はいはい、それ決勝に持ってきたって感じかな。厳しい。あ、そういうニュアンスですか。このハゲをいじってきてんなが回っていうだけじゃなく、つんじゃんじゃない。違う違う、去年あっただろうっていう。チュイン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 。うずや。チュイン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 。すごいかもしれない。そうやね。どんな。ドーン。あのパチンコでこういう演出あんのよ。逆転みたいな。磯部ちゃんに分かるやつ。そうあんねんこれ。チュインチュインチュイン。マジで？最下位伊藤マネージャーうわこうなった、はい、あれごめんごめん、これ正直にどうしたどうした、はい、ごめん、伊藤マネージャーのことちょっと忘れてた途中まで4位まで、うん、電動歯ブラシの存在忘れてたほんまこれが最下位。最下位、あのこのおる人でこう決めてて、あそうかそうかそうか、だから忘れてたぐらい
そのこれが最下位、ほんまは正解。これはこれは1個繰り上げってこと？1個繰り上げです。じゃあ8位や。8位です。よかったね、磯部ちゃん最下位じゃなくて。ということで、なんで最下位な、普通になんで言うてんだよ、なんか歯ブラシいいですね、自分で買うの忘れんねんみたいな。いや、ちょっとな、ボロボロやねんな。この保存状態怪しい。まあまあまあ、とあとまあ大会、この大会のレベルがレベルが上がってるから、うん、っていうのはある。でも伊藤ちゃんほんまに嬉しい、あのコメントは本当なんで。はい、うん、そうですね、ありがとうございます。いやー、というわけでせいやさん、はい、誕生日おめでとうございました。いやいや、あの皆さんこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。